はいどうも、トコジャニオタの菊池と申します。さあ今回ですね、この前やりましたデビューできたかもしれないやめじゅうランキング、この第2弾をね行いたいなと思います。で今回のランキングはですね、漢字限定でやりたいなと思います。元漢字の子たちのランキングってことですね。第1弾をね見てない方は、先にこっちの第1弾を見ていただきたいんですが、前回のね動画の第2位には、元漢字の金内斗真くんをランクインさせたんですけど、金内くんといえばね、スノーマンの向井康二くん、キンプリの永瀬廉くん、平野翔くん、なにわ男子の大西流星くん、西畑大吾くんたちと一緒にね、マイジャニメンバーって言われて、一時ね漢字のトップを張ってたわけなんですけど、前回に使っちゃったんで、今回金内子を除いてのランキングになります。ここはねご了承ください。ほんで元漢字の子たちなんてもうめちゃくちゃ今までいるわけなんで、今回は10年以内に辞めた元漢字の子っていうね縛りをつけました。ぜひ最後までご視聴ください。第5位は向井達郎くんですね。向井達郎くんはね結構有名なんですけど、スノーマンの向井康二くんの実のお兄ちゃんになります。最近ねスノーマン向井康二くんを知った方は、実はね兄弟でジュニアだったってことは知らない人が多いかもしれないですね。入った当初はね兄弟でグループを組んでまして、それがムエタイ向井ブラザーズっていう名前のグループなんですよね。これは康二くんね今もテレビで言ったりしてます。今でこそね康二くんはもう漢字のねトップを張って、その後にスノーマンとしてデビューしてるわけなんで、もしかしたらお兄ちゃんも何かしらの形でデビューしてたかもしれないですね。第4位は千崎亮太くんですね。千崎くんはですね、いろんな漢字のグループを転々としたりして、京男っていうグループがあったんですけど、その中でもセンターポジションで、いろんなグループでセンターポジションを張ってたんで、すごい知名度があった子になるんですよね。一時期はですね、公式グループではないんですけど、漢字の舞台上で千崎たちっていう風に紹介されたグループもありました。2012年頃に退所しちゃうんですけど、こんだけセンターやったりとか、知名度もあったらもしかしたらデビューできたかもしれないですね。第3位は中田大地くんですね。大地くんはですね、今のジャニーズ WEST の浜田隆弘くんと、ずっとねグループを組んでまして、それがボーイズっていうグループですね。ボーイズはですね、当時の漢字の環境で大体最前列におったグループになります。仲間くんと桐山くんのバットっていうグループと一緒に、よく漢字を引っ張ってましたね。2011年にね退所しちゃうんですけど、このまま続けとけば、ジャニーズ WEST のメンバーに選ばれてもおかしくなかったですね。はい、第2位なんですけど、ちょっとね1位と2位をもう決められなくて、今回同率1位として2人ね発表したいなと思います。第1位が竹本新平くんと新垣優斗くんになります。この2人はですね、同じグループに所属していて、今のジャニーズ WEST の神山くん、藤井流星くん、小滝くん、重岡くん、この6人でセブンウエストっていうグループを組んでたんですね。セブンウエストはですね、当時めちゃくちゃ人気がありまして、若い層のねファンからすごい圧倒的人気があったんですよね。中山優馬くんもねよくセンターポジションについて、中山優馬ビズセブンウエストとしても活動してたわけなんで、2人がね辞めてなかったら、もしかしたらこの7人でデビューしていたかもしれないぐらい人気のねグループでした。以上がですね、勝手に個人が選んだ、漢字の辞めじゅランキングになるんですけど、他にもね当時ベテランっていうね、人気の6人組のねグループがあったんですけど、ベテランはね、やっぱりバットとかボーイズに比べたら後ろのポジションだったんで、ちょっと今回はランク外になりましたね。ぜひね皆さんの意見とかもお聞かせください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価とぜひお願いいたします。